シャットは、イングランド、フリースラント、ユトランド半島のアングル人やサクソン人の間で、流通した、小さく薄い銀貨。古英語において、シャットという名前は、富、貨幣もしくは、高価を意味し、7世紀、エゼルベルトの時代のケントやマーシアから流通し始めた1890年代の大英博物館のカタログには100種類以上のシャット銀貨が確認でき、 1970年代には、イギリスの貨幣学者、スチュアート・リゴールドによって、アルファベット順の分類がなされた。現代では、金属探知機によって、大量のシャット銀貨が発掘されており、8世紀初頭の東、南イングランドで、日常的に使用されていたことが明らかとなった。シャット銀貨流通のシステムや貴族、鋳造時期などは詳しくわかっていないが、 銀貨に刻まれた造形には、ケルト文化やローマ美術、ゲルマン文化などの影響が見られる。アンナギャノンの研究によれば、掘られている像のモデルは、人間、動物、鳥、十字架、植物、怪物など多岐にわたる。またトニー・アブラムソンは、シャット銀貨の絵についての一般向けガイドを、出版している。シャット銀貨の鋳造された場所は明らかになっていないが、 1970年代以降の金属探知機による大量発掘で H タイプと S タイプなどいくつかの分類ができることが分かっている。デンマークでは当時の流通の中心だったリーベ付近のものが X タイプとされている。鋳造年代の特定も困難である。フリースラントのドゥーレスタッドではシャット銀貨が鋳造されていたことが知られており、フランク王国では ピピン三世の時代の755年に、貨幣改革が行われるまで、ここで製造されたシャット銀貨が流通していた。ありがとうございます。